いらっしゃいませ。ようこそセブンイレブンへ。え、私がいるのが見えたから来てくれたの？ありがとう。私は今日はセブンイレブンのイメージガールとして来ているの。お店の役に立てるよう精一杯頑張るわ。今はこうして駐車場の清掃をしているけど、さっきまで陳列棚の整理や商品の補充をさせてもらってたのよ。今日はお菓子の新商品が入荷する日だったみたいで、そのお菓子を見つけた時はちょっと感動しちゃった。陳列棚に並ぶ前の状態ってお客さんの立場だとなかなか見る機会がないでしょ。だからちょっぴり優越感が。仕事中なのにダメよね私。でも狭い通路の中でお客さんに気を配りながら乱れた売り場を整えて商品も補充して、思ってた以上に大変だったわ。コンビニってすごく便利よね。24時間空いてるし、食べ物や日用品も買えるし、 ATM もあるし、公共料金の払い込みや宅配便の手続きもできる。その便利さの裏でたくさんの店員さんたちが毎日頑張ってくれていることに改めて気づいたの。私が次にコンビニに行くときは店員さんに感謝の気持ちを伝えられたらいいなってそう思うわ。